スリーフレーバーコルネット三部作は、エドガー・ライト監督、ライトとサイモン・ペグ脚本、ナイラ・パーク制作、ペグとニック・フロスト主演という体制のもと、イギリスとアメリカで制作された B 級コメディ映画三作品の総称である。コルネット三部作や、詩とアイスクリーム三部作と呼ばれることもある。三作品は、公開が早い順に、2004年の、ショーン・オブ・ザ・デッド、 2007年のホットファズ俺たちスーパーポリスメンマイナス2013年のワールズエンド酔っ払いが世界を救うを指すこの名前はライトによればホットファズ宣伝中に冗談半分に言ったものだったライトは自身の実体験をもとにショーン・オブ・ザ・デッドでフロストが演じるエイドが二日酔いを治すためコルネットアイスを食べるシーンを描いていた第2作 ホットファズ・デライトは、ショーン・オブ・ザ・デッドのコルネットネタへ研究するさりげないジョークを入れ込んだ。ワールズ・エンド制作中に行われた、ホットファズ宣伝ツアーで、あるインタビュアーが、全2作にコルネットアイスが登場していることを指摘し、ライトは、冗談で、クシシトフ・キエ・シロフスキの、トリコロール三部作に相当するものだと返したが、これが三部作誕生のもととなった。 この後ライトは3作の映画を本気で3部作に仕立て上げようと考え始め、すでに封切られた2作品のテーマを完成させるものとして、ワールズエンドの脚本を執筆し、また映画内にコルネットアイスに言及するシーンを加えた。それぞれの映画は、作中登場する異なる味のコルネットアイスで繋がっている。ショーン・オブ・ザ・デッドには、作品の血まみれちみどろな要素から、 ストロベリー味、ホットファズには警察関係の話なのでブルーオリジナル味、ワールズエンドにはリトルグリーンメント、サイエンスフィクションを象徴するグリーンのミントチョコチップ味のコルネットアイスが登場する。ライトによればコルネットアイスの製造元であるウォールズアイスクリームはこの商品名研究にとても喜んでいたとのことである。ライトは三部作について トロイの木馬であり、ゾンビ映画、警察映画、SF 映画の枠の中で奮闘しながら人間関係を描くコメディのジャンル映画だと語っていた。ライトは三部作に、集団の中の個人、成長すること、ひっきりなしに襲ってくる、思春期の危険という共通のテーマを持たせた。エンターテインメントウィークリーのクラーク・コリンズは、三作すべてに、走っている。 登場人物と庭のフェンスに関するギャグがあることも指摘している。作品はキャスティングの面でもつながりを持っている。三部作製作の中心的存在であるライト、パーク、ペグ、フロストは1999年から2001年にかけて放送されたテレビシリーズスペースド俺たちルームシェアリング以来の関係である。また、マーティン・フリーマン、ビルナイ、レーフスポール、 ジュリア・ディーキン、パトリシア・フランクリン、ガース・ジェニングスは、三部作だけでなく、ナイトやペグの他作品にも登場している。三部作最初の作品は2004年に公開された、ショーン・オブ・ザ・デッドで、ゾンビ映画かつロマンティックコメディの、この作品には、ロム・ゾム・コムとの歌い文句が付けられた。ペグが演じた、タイトルロールのショーンは、 終末的にゾンビが増殖したロンドンで愛想をつかされたガールフレンド、また自分の母と再婚相手の義父に対処するため自分の人生を立て直そうと格索する。作品はジョージ・ A ・ロメロのゾンビをパロディ化したものであり、この作品を気に入ったロメロは自作ランド・オブ・ザ・デッドでペグ・トライトを仮面を出演させた。 コルネットへの言及シーンは、二日酔いの友人エドに頼まれてショーンが買いに行くシーンであるが、ライトは実際に二日酔いを直すためにコルネットアイスを使ったことがあるという。日本では DVD スルーされ劇場未公開だったが、ライトが2010年に発表したスコット・ピルグリム vs ・ VS 邪悪な元彼軍団公開に合わせて限定公開された。当初は、 ユニバーサル・ピクチャーズ・ジャパンから DVD が発売されたが、その後半券が角川に映っている。2014年にはディズニー・チャンネルのアニメ、フィニアスト・ファーブ・スペシャル編で、ペグ・エンジル・ショー・オーンとフロスト・エンジル・エドのコンビが復活した。制作人の中では、続編企画が話題になったこともあるが、パブトークの息を出ずに終了したという。エンターテインメント・ウィークリー氏では、 2014年に発表されたゾンビコメディベスト12の第1位に輝いている。エンパイア氏では2011年にイギリス映画ベスト100第6位、2012年に最高に面白いコメディ映画50本第10位にランクインしたほか、2009年にガーディアン神が発表したイギリス映画トップ25で第18位に入るなど高く評価されている。また映画、 ロンドンゾンビ気候はこの作品に触発されて制作された作品である。二作目は2007年に公開されたバディコップ映画、コメディ映画のホットファズ俺たちスーパーポリスメン、マイナスである。ペグエンジェル、ニコラスエンジェルは優秀すぎる警官であるために疎まれてイングランドの片田舎に左遷され、フロスト演じる地元育ちの警官ダニーと共に、 村で起きる不可解な死がすべて事故として処理されてしまう謎を解き明かそうとする。作品は多くの警察映画をパロディ化しており、ライトは参考にしたのは、ダーティハリー、フレンチコネクション、ハートブルー、バッドボーイズにバッド、ヒート、LA コンフィデンシャル、ダイハード、リーサルウェポン。あと、映画の質は微妙だけど活かせると思ったのが、スティーブン・セガールや、 チャック・ノリスの作品かなと述べている。また、カルト集大などが登場するなど、1973年の映画、ウィッカーマンがベースになっている。出演した、ジム・ブロードベントは、前作、ショーン・オブ・ザ・デッドを見て、オファーを断ったことを公開し、ペグに自作があるなら、出演すると申し出たほどだった。ニコラスとダニーは、職務中に立ち寄るコンビニエンスストアで何度か、 コルネットアイスを買うほか、ニコラスが終盤で立ち寄る高速道路のサービスステーションでは、カウンターの上に放送紙の欠片が落ちるシーンがある。ファンの署名活動の末に、日本公開が決定した一作でもあり、渡辺林太郎、町山智博が、この運動の中心となった後、ギャガコミュニケーションズ配給で2008年7月に公開された。エンパイア誌では、2012年に、 最高に面白いコメディ映画50本第16位にランクインした。ライトはコルネット3部作の中で続編制作の可能性が残る唯一の作品だとしつつも計画指導には二の足を踏んでいることを明かしている。3部作最後の作品は2013年公開のサイエンスフィクション週末ものコメディ映画ワールズエンド酔っ払いが世界を救う。である。 この映画では、ペグエンジル・ゲイリーが幼馴染みたちと12軒の橋ご酒を計画するが、その間にエイリアンが彼らの町に忍び込んでおり、大騒動に発展する。映画の最終シーンで、コルネットアイスの包み紙が風に吹き飛ばされ、一瞬フェンスの網に引っかかる描写がある。作品には、主人公たちの青年時代に合わせた1990年代のブリティッシュロックが多用されている。 ライトはエンターテイメントウィークリーのインタビューで自分たちの救世主になろうとしている人々が酔っ払った状態の SF 映画を作るなんておかしなアイデアじゃないかと考えたんだと語っている。コルネット3部作の全2作とは異なり映画のパロディを下敷きにしないオリジナルストーリーである。作品は MTV が選ぶ2013年のベスト映画第10位に選ばれた。日本では シンカパルコ共同配給で2014年4月に公開されたが、これに先立つ形で2013年9月の下、街コメディ映画サイン対等で日本初公開された。三部作で主役を演じたペグフロストの他にも、複数の俳優が三部作の二作内自然作品に出演している。ここではそのリカーリングキャストを表にまとめた。ワールズエンドに関する話の中で、 ペグは前2作に出演し、第3作のワールズエンドにも出演した俳優に触れ、ショーン・オブ・ザ・デッドでゾンビのメアリーを演じたニコラ・カニンガムが戻ってきた。マーク・ドロバンも戻ってきたので、ショーン・オブ・ザ・デッドで最初に登場するゾンビ二人が、この映画に出ているわけだと述べている。クリップ第1作、ショーン・オブ・ザ・デッドには、 ストロベリー味のコルネットアイスが登場する三部作の名前のもとになったコルネットアイスワールズエンドに登場するのはミントチョコチップアイスの包み紙である。ありがとうございます。